こんにちは、丸さんです。僕は今清里高原の生鮮寮の前に、います。自己紹介動画をね、欲しいというか、見せてというか、作ってほしいということがありまして、そんなリクエストに答えております。僕自身は、実は二十歳の時ですね、もう39年ぐらい前。この清里高原のペンションでアルバイトしたのがご縁で、山梨県とずっとご縁ができました。その年ペンションで、そうですね、あと夏の前にしばらくペンションのアルバイトをしていて、夏は別のところも決まっていて、秋からまたしばらくペンションのアルバイトをしておりました。まあ、その後東京のデザインの学校で、まあ、建築デザインの勉強をしたりとか、コンピューターグラフィックスの本当に初歩の初、同時ですからね、まだコンピューターグラフィックスの初歩の初歩を勉強したり、そういったことをやってきたんですが、あとソフト会社にいたりとかね、いました。僕自身はこの清里に関しては、そのアルバイトした時、それから、まあ、ちょっと独立してね、仕事をしてた時、それと結婚して上の娘を育てる時で、16年前にこの、当時まだ北駒郡高根町でしたけど、今北斗市ですよね。この高根町から山中湖に引っ越して、山中湖情報創造館というところの仕事をしています。そして、実は去年からご縁がありまして、この、北斗市高根町清里小学校が廃校になりまして、その廃校の、活用ということで、僕たちの NPO が10年契約で取り組んでおりまして、まあ、今、5回目のチャレンジですね。清里にはなんだかんだ言って5回目のチャレンジになっております。僕自身、清里なんかとても好きだなっていうのは、この風景、ちょうど生鮮寮の前で、目の前に富士山が遠くに見えますけど、山中湖はね、まさに富士山が目の前ドーンとありますけどね、ドーンとありますけどね。この清里の風景が好きだということと、それから、ここが、ね、開拓の歴史があるんですよね。その開拓の歴史、フロンティアスピリット、それと、そのボランティア精神といいますか、ボランティアスピリットというか、そういったものをたくさん僕はこの清里の地で、感じることができて、で、僕自身もその後本当に NPO 法人というところに籍を置きながら、なんとか暮らしている。楽しみながらね、社会貢献をし、楽しみながら暮らしていたりとかします。今まさに山中湖情報創造館という図書館作りと、それから山中湖村の町づくりとかね、そういった地域資源を生かす会とかってことをやってます。合わせて今清里でその図書館作りは、これは本当に名刺の図書館という名前の図書館作りであったりとか、いわゆるコワーキングスペースということでね、ブックカフェも兼ねてコワーキングスペースも作っていたりとか、それからやはり清里の観光と、開拓と観光の歴史の資料館を作ったり、そんな取り組みをこれから、今まさにしているところなんですけど、そんなことをやってる人間でございます。なんだか、よくわからない、つかみどこがないみたいなところもありますけども、僕自身の中では、振り返ってみると、なんだか細いながらも一本の道が続いてるのかなという感じがしていて、今とても充実しています。そんなわけで、今、山中湖と清里と行ったり来たりしながらですけども、新しい取り組みも含めて、地域のためにというかね、本当に先人の思い、それからここでたくさんの人が生まれて育って死んでいって、そういった記憶をちゃんと次のデザインに残して伝えていける役目ができたらなと今考えています。そんなわけで、丸さん頑張ってますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイ。